駄菓子屋さんとお菓子の町岡で冬休み中のお菓子を買ってきたので紹介します。まずはこっちのお菓子の町岡からいきたいと思います。はい、はい、じゃん。日本一長いチョコ、ジムニューのチョコボー、スニック暮らし、缶バッチガム、缶バッチ1個入り、お金のチョコです。ドラキュラの素、フランケンの素、お口の中が赤くなる、緑になる、チーリンプチチョコレート。これりょうくんが好きなんだよね。うん、でこれでお菓子の町岡は以上です。以上です。続いてこっちの駄菓子屋さんです。まずこれはお菓子じゃないんですけど、こちら掴める水玉連星、手のひらで水が掴めるって本当なの。あとりょうくんが好きなビッグカーツ、変身メガネってドッキン爆弾、カレー味が隠れているかも、ドッキン爆弾、ドッキン爆弾。こちらここだけ超酸っぱいやつ、そのまんまグレープとそのまんまレモンとそのまんまコーラです。ピーチとそのまんまソーダ、はい、5種類。最後に激辛コーラガム5パックです。これは冬休みに親戚が集まった時にみんなと対決したいので買ってきました。お正月にね。はい、これで以上です。以上です。で、今日はこの日本一長いチョコで早食い対決をしたいと思います。一本だけ開けてみます。一本だけ激辛コーラガム開けてみます。折れちゃってるんだよね。うん、こんな、こんな、おいしそう、超おいしそう。うん、セブンイレブンに売ってるやつでしょ。よし、絶対勝って、絶対勝ってやる。いや、俺なのか出るな、俺なのな。ルールは口の中のものが完全になくなったら口を開けて手を挙げること。はいって言ってください。はい、はい、一口食べたら食べ終わるまでは飲み物を飲んではいけません。最初飲んでるってことね。あー、そういうことか。ちょっとこれ大丈夫だよ、めんつゆじゃないよ。はぁ、スタンバイ。あー、折れてる。いや、しょうがない、折れたまんま行きましょう。用意はいいですか。はい、用意スタート。うんうん、りょうくんの勝ち。水分どうぞ、水分どうぞ。はい、1分14秒でした。美味しかったね。うん、夏休みのりょうくんのリベンジで激辛コーラガムをやりたいと思います。はい、おお、いいね。じゃあこれなんかりょうくんが一番左がとか一番左が辛いとかいう噂をしてたから、ママ混ぜてください。そうなの。あ、もう選ばせてあげれば。うん、じゃあいいよ。じゃあ僕真ん中いきます。はい、お姉ちゃんは、うーん、これいきます。ママルール追加していい。うん、ちょびちょびじゃなくて一本丸ごとガボって入れてお口の中に、はい、いい、うん、匂いでわかる？辛いと思う人。ね、ちょっと待って、嗅がせて。ちょっときつい匂い。あ、これね、絶対甘いやつ。これは？甘いと思う。なんかこれが外れな気がする。
変わんないじゃん。そう、変わんない。いきますか。いきます。はい、せーの。おいしい、おいしい。んおいしい。あー、ママのハズレだ。あとから来る。うーわ、すごいよね。やばい、なんでママなのね。ママすごい変な匂いがするって言ったんじゃない？匂いで分かっちゃう、これ。ね、やっぱりさ、左だったじゃん。左だったっけ？うん。喉に来る、これ。そう。あ、喉痛い。うん、美味しくない。やばいよね。あ、喉痛い。ファイヤーしていい？ボーン。酸っぱいやつやる。ほら、甘いガムを食べた後に酸っぱいの一個やる？うん、やる。開けまーす。はい。おー、美味しそう。イエーイ。あ、シャッフルしてママの手で。もうわからない。イエーイ。でで、はい。うん、わー、じゃあ、はい、心の準備はいいですか。はい。あ、いい匂い、いい匂い。レモンって美味しいよね。せーの。おいしい。おいしい。おいしい。あ、よく噛んで、よく噛んで。よく噛んで。一回しか噛んでない。あ、よく噛んで。あ、よく噛んで。今我慢中ですか。おいしい。我慢中ですか今。おいしい。竹のチョコ甘かったね。竹のチョコボ甘かったね。うん、我慢してんの。おいしい、本当に。嘘、本当に美味しい。酸っぱい。本当は私が酸っぱかったです。これちょっと酸っぱい。どっちやってるの。最後にこれ開けます。すみっこ暮らし缶バッチガム。箱もか、わー、かわいい。中もかわいい。どんな缶バッチが出てほしいとか、そういうのはとかないけど、トカゲがいてほしいです。トカゲ、せーの、じゃん。まだ見てないよ、まだ見てないよ。せーの、じゃん。白くなる、かわいい。これはバッグにつけます。これ半分こするの。これ今回初めて見て買ったんですけど、またどっかで見たらリベンジしたいと思います。リベンジ。以上、駄菓子屋さんでの購入品の紹介でした。バイバーイ。